人生初ワープ。普通の人は初ワープも何もないんだけどね。青葉原不思議探偵社。お、かっこいいじゃん。ハクが掃除してくれよるし。ちょっと待って、君は。超暇なんですけど、暇なら掃除をしろよ。なぜ妖怪にさせてるの。依頼一つも来ないだに。大変だね、ハク。いらっしゃいませんね。まあ、そりゃできてすぐにはないだろ。こんなはずじゃなかったんだけどな。でもなんかそれっぽい感じでホワイトボードにウォンテッドとか貼っとるやん。来た来た、これは依頼人が来たに違いないよ。どんな難事件が待ち構えているのか、ワクワクが止まりませんな。いらっしゃいませダニー。誰だ誰だ、本当に依頼。第4章、探偵地下街のスクープ。探偵ナイトスクープみたいな。びっくりした、羽生えとんかと思った。よ、うまくやってるか。なんだ、依頼人来たーって思ったのにおじさんか。テンションだだ下がりだに。ウサピョンも意外とノリノリよね。依頼人来ないかなー。なんだ、そんなことを言っていいのか。お、連れてきてくれた。お主が心待ちにしとる依頼をわざわざ持ってきてやったというのに。マジっすか。やだな、おじさんってば。それを早く言ってくださいよ。調子のいいやつだに。一体どんな依頼なんですか。おとり捜査、怪盗との対決、それともそれとも。どんな依頼を。まあまあ落ち着くんだ。依頼の内容ならハクに伝えておる。あいつから聞いてくれ。え、さっきまでいらっしゃいませんねとか言ったやん。調子堂の店主が来んねってこと。いつの間に。クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。まあ、そういうことか。あゆうさ不思議探偵社には様々な探偵依頼が舞い込んできます。この依頼を受けて調査し、解決する。それが探偵クエストです。依頼人からの探偵依頼は助手である私がまとめておきますね。助手なんやね、ハク。依頼を引き受けたい時には、事務所でこのハクに声をかけてください。引き受けた依頼は妖怪パッドのクエストアプリで確認してくださいね。探偵クエストは矢印のナビもできますし、目的文章の切り替えもできますよ。初めての探偵依頼を解決しよう。よし、じゃあ受けましょうかね。おはようございます。探偵依頼をご確認くださいませ。お、不思議探偵社初めての依頼。桜住宅街にいる依頼人の女の子が困っているようです。不思議探偵社初めての依頼、気を引き締めてまいりましょう。ご褒美キュートなリボンやって。決定。このクエストを受けます。このクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。時間帯なので矢印が出ないこともあります。そんなんあるんや。鬼時間とかということかな、時間帯って。女の子が困ってる。これはほっとけないだにね。意外と紳士的なんか。詳しい内容は桜住宅街にいる本人から聞くしかないようですね。よし、そうと決まれば急がなきゃ。行くよ、サピオン。ラチャーだに。ノリノリだな。桜住宅街にいる依頼人に会いに行こう。お、こちらがあゆうさ不思議探偵社ですか。誰、運外教やっけ。お、またしても依頼、お待ちしておりました。お、なんか増えた。あ、びっくりした。いえいえ、彼は依頼人ではありませんよ。私の友人の運外教です。運外教、いやー、鏡なら間に合って。私の能力はワープです。ただの鏡ではございません。ワープできるようになる。ワープ、マジっすか。これからいろんな依頼を受けていくと、町と町の行き来も大変になるでしょう。そんな時に友人である彼らの力でワープができると便利かと思いまして。さすがハックン、人脈広い。どっかの小動物とは大違い、ハックンって。ダニ、てかハクは男の子なの。大違い、2回言うな、ダニ。ただ私、運外教の知り合いは2人しかいませんから。事務所の前とアイルさんの部屋、2箇所だけのワープになりますけれど。平気平気、2箇所だけでもへっちゃらだよ。準備はできてますよ。私を通ってあなたのお部屋までお帰りください。まあ一旦部屋に行った方が近いかね。運
分解器を使って、ミソラ家とアユーサ不思議探偵社のワープができるようになった。ありがとう！え、もう帰れるの？ありがとう、ハックン、分解器を。いざ、人生初ワープ。人生初ワープ。普通の人は初ワープも何もないんだけどね。アユラさんのご自宅までワープしますか？ほい。お願い。ペローン。どんなか、うわぁ。吸い込まれた。あ、ここに出るんや。おはぁ、マジでワープできちゃったよ。いやぁ、生きてたらワープできる日も来るんだね。そんな日が来るんだろうか。普通は来ないだに。それじゃあ張り切って。張り切って。ダラダラしますか。依頼やれだに。いやぁ、二人の息の相方がいいよね。ぴったりだわ。これは、ここからは出られんのよね。一旦部屋に入るってことか。ん？そこは開けっぱなし？行ってきまーす。一体どこから帰ってきたの？ってなるよね。確実に。だって、行ってきまーすって出発したと思ったらベランダから帰ってくる可能性あるってことやろ？なになに？ここ何階だと思ってるの？ってなりそう。何回か知らんけどさ。とりあえず、桜住宅街やっけ。どこだ、この辺。ほう。あ、この子や。え、空き家にいるの、この子。こんにちは。何かお困りのようですね。ミルクがね、帰ってこないの。ミルク？うちの白い猫ちゃん、赤色の首輪してるの。今、塀の上を通っていきよったやつとは違う。なるほど。ミルクちゃんがよく行く場所ってどこかな？いつもうちの近くの公園をお散歩してるよ。なるほどね。大丈夫。私に任せて。必ず見つけて連れてくるから。ほんと？お姉ちゃんありがとう。いえいえ、どういたしまして。猫か。あ、そこにもおるよ。いいよね、猫って。可愛くってさ。っていう割には超シカトだけど。私もどうせ相棒にするんなら、こんなのより猫妖怪が良かったな。ジバニャンね。こんなのとはなんだに。はいはい、メンゴメンゴ。それじゃまあパパッと見つけちゃおっか。この近くの公園ってことは、三角公園かな。行ってみるだに。あれか。ケータとかがよく遊びよった場所じゃない？お、犬までおった。ふふ。てかなんかさ、なんていうの、井戸端会議じゃないけど、ああいうのも忠実に再現されとんやね。ああいうおばさんとかよく見るもん。なんか家の先でさ、ああいう門を挟んで会話みたいな。三角公園に到着。それじゃ、情報収集しますか。公園にいる人に話を聞いてみるだにね。おう、探偵っぽい。いいね、いいね。迷子の猫の情報を聞き込み調査しよう。お姉ちゃんどうしたの？白い猫？知らない。何その動き。何か探してるのかい？猫か。白い猫は見かけてないよ。じゃあどんな猫なら見かけたの？お姉さんは？こんにちは。赤い首輪をつけた白猫を見かけませんでしたか？あら、その猫なら知ってるわよ。ここをよく散歩してる子でしょ？ですです。散歩？そういえば、昨日大森神社で白猫を見たけど、もしかしたらその子だったのかも。ありがとう。神社ですね。ご協力ありがとうございます。おー、そういえばあっこは、結構猫の溜まり場になっとるもんね。行ってみよう、行ってみよう。はい、到着。ほい。神社に着いたけど、ここにも目撃者いるかな？何？妖怪に聞いてみてもいいかもしれないだにね。お、その発想はなかった。うさぴょん、ナイスアイディア。妖怪に？迷子の猫の情報を聞き込む調査しよう。とりあえずおじさん。何じゃ？白い猫を探しておるじゃと？わしは見とらんな。それより、お主らにいい話があるのじゃ。探し物が終わったら、わしのところに来てくれ。何？いい話？
気になるだにが、今は手がかりを探すだに。目撃者は人とは限らないだに、妖怪にも話しかけてみるだによ。妖怪にも話しかける。ん？白い猫を見なかったって？ふっふ、どうじゃったかな。よく覚えとらんの。このおじいさんは手がかりを持ってなさそうだに。目撃者は人とは限らないだに、妖怪にも話しかけてみるだによ。妖怪は、これで調べんといかんってことかな。妖怪、妖怪。妖怪、妖怪、おらんよ。だからね、妖怪は一体どこにいるんだい？いないんだけど。この辺とかさ、犬は犬。ゴロゴロゴロ、にゃーご、猫だったわ。全然犬じゃねえし。この辺？お、今。そんなところに。遠いよ。ちょ、待って、今話しかけに。妖怪を見つけた。こいつは絶好調か？へい。こいつは、妖怪絶好調。ねえ、君、どっかで白猫見かけなかった？見かけたよ、白猫。ほんとだに？どこにいるかわかるだにか？段々坂の河川敷の方に向かって歩いていくのを見かけたよ。お、ほんとに目撃してるとは。僕はいつでも絶好調だからね。やるだに。あゆな、河川敷に急ぐだに。へいへい。お、自転車に乗っている。そっか、私も自転車あったよね。え、ない。あ、あれ違う方か。こっちじゃないんか。あー、なるほどね。あ、ちょっと待って、こっちそのまま行けばいいか。え、大丈夫？え、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。ザルそばを手に入れた。お礼も言わずに。いいけども。いいけども。え、ああいう事故って起こるんや。びっくりしたんだけど。ね、目の前でなんかひっくり返っちゃったよ。ん？ここは？これなんかめっちゃ裏道入っていけるよね。違うよね。あれてか普段ってさ、時間の経過とか、ないん？え、あるんかな？特に時間進みよらんことない？あ、あそこや。なんか妖怪おることない、あれ。ね、あっこ妖怪おるよ、なんか。ちょ、待って、見に行きたいんだけど、こっちじゃない。向こう側だ。一個、もう一個向こうだ。こっち。あ、ごめんね。ぶつかった。あれ、あっこなんか妖怪おる。どこから行けばいいの？降りられる場所ある？ここか。絶好調が言ってたのって、ここで間違いないよね。みー。お、ミルクちゃん。あ、向こうへ走っていく。そっち、妖怪がおる場所じゃない？今のは、確かに白猫だっただに、追いかけるだによ。このクエストに関係ある妖怪ってことか。あ、ぽいね。あっこの場所におったもんね。ほらほらほら。あ、いい感じの川やね、ここ。お、あれは？え、なんか、ん？ちょっと、タンマ。あの猫、二本足で立ってるよ。妖怪じゃね？かわいい！めっちゃかわいいんだけど、なになになに？ジバニャン真っ白バージョンみたいな。妖怪？にゃにゃーん。へへ、かわいいよ。どうやら、アユナも気に入ったみたいだね。やったー、なに仲間になってくれるの？友達になって黄色に染めてほしい。そう言ってるだに。友達になるのはいいけど、私色に染める？どうやって？おや、君たち。何か困りごとですにゃん？誰だ、また。さらに猫妖怪？誰だに？俺っちは流浪の教師、にゃんぱち先生ですにゃん。何それ。うわー、なんかおもろいん出てきたんやけど。にゃんぱち先生、なんか青春ドラマが始まる。いいね、いいね。にゃにゃにゃん、にゃん。ははーん、なるほど。彼女色に染まりたいのですにゃん。いいですにゃー。まさしく青春ですにゃん。何の話だ。
そういう時にはこれを使うといいですにゃん。どれどれ、スプレー？お？マイニャンアプリを手に入れた。何それ？マイニャンアプリ？これでこの猫妖怪を黄色に染めることができますにゃん。マイニャンは自由に姿を変えられる君だけの猫妖怪ですにゃん。妖怪パッドのマイニャンアプリからニャンクリエイトを選ぶですにゃん。何あれ、姿。姿、色、声、種族、名前の5つをクリエイトできますにゃん。姿は形、模様、飾り、何でも自由に変えられますにゃん。マイニャンパーツを集めれば組み合わせがぐっと広がるですにゃん。あ、すごい、何それ。種族も変えれるんや。素晴らしいね。体の色をまとめて変えたいときは色から変更すると便利ですにゃん。ちなみに、マイニャンは特別にスキル、技のセットができますにゃん。新しいスキルや技は、ニャンパイ特訓で覚えられますにゃん。何それ、ニャンパイ特訓。未熟なマイニャンには、先輩のニャンパイの教育が必要ですにゃん。ニャンパイとは、君が友達にしている他の猫妖怪たちのことですにゃん。ニャンパチ先生は仲間になってくれるんかな。ニャンパイ特訓をして、能力アップやスキルや技の教育ができますにゃん。ニャンパイによって鍛える能力や教えるスキルや技が違いますにゃん。ただし、マイニャンの特訓はリアル時間で3時間かかりますにゃん。すぐに特訓を終わらせたいときには、スグノビール Z を使えばいいですにゃん。能力を鍛えるのは5回までと決まっていますにゃん。もし気に入らなければ、能力リセットでやり直せますにゃん。リセットされるのは能力だけで、スキルや技は忘れないですにゃん。人生はリセットできないですにゃんが、特訓ならリセットし放題ですにゃん。つまりこういうことですにゃん。わかりましたかにゃん？にゃんにゃんうるさいな。何それ面白そう。この私にうってつけ。そしたらまずは名前をつけてあげるといいですにゃん。じゃあ、まっさらだから、まっさらにゃん。ちょっと待つだに、適当すぎだに。バレた？まあ大丈夫大丈夫。後でちゃんと考え直すから。それでは俺っちは授業がありますから。授業って？妖怪の学校があるの？皆さんさようならですにゃん。やっぱり国語の先生やったりとかするんかな。にゃんぱち先生さようなら。すげえな。このアプリで君を私色に染めてあげるね。かわいいよ。何ゲットしたのこの子。やったね。まっさらにゃんと友達になった。まっさらにゃんの情報を妖怪大辞典に登録した。いいねいいね。まっさらにゃんの妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。てかミルクちゃんはどうなったの？アプリもらったのはいいダニが、探してた猫じゃなかったダニね。あの子じゃん。この子だよ、ウサピョン。依頼人の探してた猫。だってさっき、最初見かけた時多分、見かけてないんか。声だけか聞こえたの。白い毛に赤い首輪。特徴もバッチリ一致してるダニ。三角公園で知り合って今まで一緒に遊んでたそうだに。よーし。そっか。よーし、それじゃ。みんなで一緒に帰ろう。みー。うわ、いっぱい。野良猫だらけじゃないか。あれ？こいつ、猫引き連れすぎだに。すごい、なに、ボス的やん。不思議探偵社初めての依頼、バッチリ解決。これは報告しに帰らんでもいいもんな。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。